屋敷町の片隅にある小さな古本屋で1年ほどアルバイトとして働いたことがあった。店の名前は獺祭堂といって、獺祭魚という言葉から来ている。獺祭魚というのはカワウソが取った魚を備えるようにして並べることから、転じて書物をよく好み引用する人のことを指すという。なるほど、確かに店の創始者は本をこよなく愛する人だったのだろう。獺祭堂は小さな古本屋で、最近の漫画のような類は一切なく、店内に陳列するすべての本が難解な書物で、およそ若い人間には何の価値もない、そういう店だった。私が獺祭堂にやってきたのは偶然、突然の天気雨に降られたからだった。天気がいいなと出かけた矢先に激しい雨に襲われ、方法の手で近場にあった小さな古本屋に飛び込んだのだ。店内は薄暗く陰気で、およそ活気というものがない。客は私の他に誰一人もおらず、どう見ても繁盛しているようには見えなかった。私は雨宿りをさせてもらった以上、何でもいいから何か本を買って帰ろうと思ったが、本棚に並ぶものはすべて古い書物ばかりで、普段から漫画しか読まない私には全く価値のわからない世界だった。何かお探しですか？店の奥、薄暗い闇の奥から声が聞こえる。目を凝らすと、店の奥からエプロンをつけた若い女性がやってきた。その人はとても美しく、私は思わず言葉を失った。いえ、その急に雨に降られたものですから。キツネ雨。え？あら、こういう天気のことをキツネ雨と言いませんか？狐の嫁入りなんて言うでしょ。そうしてにっこりと微笑む姿に、私はすっかり心を奪われ、彼女のことを好きになった。そしてたまたま求人募集の張り紙を店を出る間際に見つけて、すぐにアルバイトとして働くことになったのだった。お給金はあまり多くはありませんよ。罰が悪そうに言う彼女の言葉通り、時給は県の最低賃金よりもほんの少し多いくらいだったが、私はそんなことは全く苦に思わなかった。彼女の名前はあやめさんといって、私よりも5つも年上だったが、小柄で華奢な体つきだったので年齢よりも幼く見えた。ただ外見とは裏腹に、大人の女性らしく物事に動じず、いつも静かに働いていた。中庭で虫干しをしているときに、膝の上で猫を撫でる姿をこっそり見るのが私は大好きだった。あやめさんは時々私の仕事が遅くなると夕飯を作ってくれた。あやめさんの自宅は店の2階部分にあり、帳台の奥から階段を上ると6畳が2間、トイレとお風呂がある2階へとつながる。そこが彼女の自宅であり、他には誰も暮らしていなかった。祖父がまだ存命だというが、何年も前から病院に入院しているという話だった。一人暮らしの女性の家でご飯をごちそうになるというのは、なかなか緊張したものだったけれど、あやめさんは私のことを異性としてでなく、弟のようにしか思っていなかった。私には兄弟というものがいませんでしたから、急に大きな弟ができたみたいで、なんだか嬉しい。そうやって恥ずかしそうに笑ってオムレツをひっくり返すあやめさんの姿を眺めながら、私はなんとも複雑な気持ちになった。私も自分の思いを告げて彼女のそばにいられなくなるのが何よりも恐ろしかったので、彼女の良き理解者となるよう懸命に働いた。本当にわずかな希望だけれども、よく働く姿に好意を抱いてもらえないかと思ったのだ。あやめさんのご飯をとびきりおいしく、一人暮らしでろくに栄養素も考えない食生活だった私は、あやめさんのおかげで日に日に健康になっていくのを自覚し、こんなお嫁さんが欲しいと切に願った。獺祭堂の平均的な来客数は10人前後で、そのほとんどが何も買っていかない。しかし週に一度のペースで本を買う客が誰かしらやってくる。その誰もがあやめさんのことをよく見知っており、前店主のあやめさんの祖父の代からの常連客だった。常連客が買う本はどれもとてつもなく高価だったが、よくよく並んでいる本の値札を見てみると、どれも驚くほど高価だった。
私は古本がこれほど高いものだとは知らなかったので、あやめさんにこんな本をどこから仕入れてくるのか尋ねてみた。古本市で仕入れてくるんです。月に一度くらいの頻度ですけど。私はぜひ連れてってくださいと頼んだが、あやめさんは急に困ったような顔になり、それはできないと言った。少し特殊な場所なのでお連れすることは難しいのです。私は荷物持ちでも構わないのでどうか連れて行ってくださいと食い下がったが、それでもあやめさんは固くなとして聞き入れてはくれなかった。あなたは夜が怖いと思ったことはありますか。あやめさんはそうつぶやいて今までにない表情を私に向けた。濃厚な暗闇の中を覗いていると、あちらからもこちらを覗き込まれているような、そんな気分になるんです。でも闇の中を覗き込まなければ手に入らないものもあります。私はなんだかそら恐ろしいものを感じて、ただただ黙り込むほかになかった。その日は雲の糸を巻いたような細い雨が降っていた。あやめさんが新屋敷にある病院へ出かけたので、私は一人で店番を任されていた。店番といっても特にやることはなく、帳簿でぼんやりと外を眺めるくらいしかやることがない。とば、薄暗い店を照らし出す電球をぼんやりと眺めていると、不意にガラス戸の向こうに人影が見えた。がらりと戸を開いて店の中にやってきたのは着流しの中年男で、やたらと細くて骸骨のように不気味だった。頬の焦げた白い顔の中で二つの瞳だけが乱々と輝いていた。いらっしゃいませ。男は店内を見渡すでもなく、まっすぐに戸場までやってくると、私の顔をじろじろとぶしつけに眺めた。見ない顔だな。君はあやめくんの親類か何かか。アルバイトです。店主は留守にしております。そうかと男はつぶやいてから、たもとから小さな何かを取り出して台の上に静かに置いた。懐からまるで爆弾でも扱っているような慎重な仕草で、私は思わずそれを凝視した。闇を塗り込めたようなその帯留めは何を模しているのか、なんだか薄気味悪い形をしていた。強いて言えば心臓に似ているような気がした。あやめくんに渡しておいてくれ。かつての約束の品と言ってくれればわかるだろう。男はそう言うとキビスを返して店を出ようとするので、私は慌てて男を呼び止めた。お名前をお聞きしておいてもよいでしょうか。男は振り返らないままガラス戸を開いて立ち止まる。私は木山という、君の名は。その時私はなんだかこの男に自分の名を名乗るのが恐ろしくなり、思わず黙り込んだ。男はふらりと振り返ると、亀裂のような微笑を白い顔に浮かべた。君は賢いな。残念だよ。おかんが背筋を這い上がる。思わず台の上の帯留めに目をやると、うごめくように身をうねらせた。うわっと思わずのけぞったが、よく見ると何の変化もない。目の錯覚だったようだ。気がつくと男は煙のようにいなくなっていた。夕方店じまいをしているところにあやめさんは帰ってきた。私はすぐにあやめさんに木山という男が訪ねてきたことを伝え、男の置いていった帯留めを見せると、あやめさんはすぐに表情をこわばらせた。今にも悲鳴を上げそうな引きつった顔で帯留めを見つめ、それから意を決したように私の手を握りしめた。お願いします、ついてきてください。懇願するようにあやめさんは言って、私の手の中から帯留めをハンカチでつかみ取った。それから素手で触らないよう慎重に包み、帳台の下から取り出した小さな霧の箱に入れてしっかりと蓋をした。
それから店に鍵をかけ、私はあやめさんに惹かれるままに店を出た。本当にごめんなさい。あなたには迷惑をかけてしまいました。こんなつもりではなかったんです。陣痛な面持ちでそんなことを言うあやめさんを見て、私はなんだかとても悪いことをしているような気がしてならなかった。どこに向かってるんですか？そもそもあの男は何なんです？すべてを説明するのはとても難しいのです。あの人は一種の最悪のようなものです。関わってはいけない、そういう不吉な人なのです。そんな人を化け物みたいに。化け物よりも人間の方がよほど恐ろしい。あの人はそういう人なのです。あの男はあやめさんのことを見知ってるようでした。あの人はあなたの何なんですか？私の祖父を破滅させた人です。ですが祖父にも落ち度はありましたから恨んではいません。祖父があの人に助けられたというのもまた事実ですが、あの人は必ず代償を求めるのです。よくわかりません。あの帯留めは何なのですか？生前祖父が偶然にも手に入れてしまったもので、とても危険なものなのです。祖父は木山氏とあの帯留めをめぐって何らかの契約を交わしたと聞いていますが、私も詳しい話は知らないんです。ごめんなさいと彼女は苦しげに言うので、私はもうあの男への質問をするのをやめた。あやめさん、どこに向かっているのか教えてください。祖父の旧知の方に会いに行くのです。あの店でならどうにかなるかもしれませんから。本当はあなたをお連れしたくはないのです。でも他に方法がなくて。私は歩き続けながら私の手を引き続けるあやめさんを見つめた。その店は何というのですか？あやめさんは白い顔で私を振り返りささやくように言う。夜行堂。その店は夜行堂と言います。その店は旧屋敷町の路地裏に息を潜めるようにして立っていた。薄暗い路地裏の中でただ一軒だけ軒先の裸電球が明滅していて、恐ろしく気味が悪かった。看板らしきものは見当たらず、よく見ればガラス戸に貼られた紙にえらく達筆な字で夜行堂と書かれていた。ごめんください。あやめさんが戸を開いて中に入り、私はその後に続いた。店内は脱菜堂に負けず劣らず陰鬱としていて気味が悪い。裸電球が梁からぶら下がり、あちこちに暗い影が落ちていた。陳列されたものはどれも古く、また統一性がなかった。よく見れば一つも値札がついていない。店の奥、戸場にいる人物が私たちを見つけて手を挙げた。いやあ、あやめちゃんじゃないか。久しいね。店主らしき人物は男性のようにも女性のようにも見えて、どちらとも判断がつかない。薄暗い照明のもと、すべてが曖昧でよくわからなかった。ご無沙汰しています。申し訳ありませんが、引き取っていただきたいものがあるのです。そう言うと、あやめさんはハンカチに包んだ帯留めを店主に見せた。また古いものが流れてきたものだね。これは誰から流れてきたのかな？木山さんです。私が留守にしていたものですから、彼が受け取ってしまいました。お願いします。どうか縁を切ってあげてください。店主は帯留めを素手のままつまみ上げると、目を細めて観察した。面倒な代物だ。そして残念ながら彼と縁のある品はここにはないようだね。こればかりはどうしようもない。あやめさんの顔色が真っ青になり、思わずよろめいた彼女を私は慌てて支えた。大丈夫ですか？ごめんなさい。本当にごめんなさい。私は彼女が何をそんなに謝るのかが理解できなかった。しかしまだ方法はある。市に買い付けに行けばいい。あそこならこれを欲しがる者も多いだろうから。1、2。ただし危険はつきものだ。それを承知なら扉を開けてあげよう。私が彼の代わりに行きます。
それはできない。人間が品を選ぶのではない。品物が主を選ぶ。それは君もよく知っているだろう。彼自ら赴かなければ意味がないんだ。私はまだ事情がよく分かっていなかったが、ともかくこの帯留めを市に持って行って売ってしまえばいいのだということは理解できた。あやめさん、俺が行きますよ。これを市で売ってくればいいんですよね。あの市は基本的に金銭でのやり取りはしないのです。物々交換でしか物のやり取りはしません。じゃあこの帯留めと何を交換してくればいいんですか。何でも構いません。あなたの気に留まったものと交換してくればよいのです。ごめんなさいと彼女がまた謝るので、私はいいんですと彼女の肩を叩いた。私のことで心配してくれているというのが素直に嬉しかった。自分が行きます。そうかい。じゃあいくつか忠告をしておこう。まずはこれをかぶってくれ。向こうでは決してそれを外してはいけない。それだけは守るように。いいね。店主が手渡してきたそれは木製の獣の面だった。どことなく私の顔に似ていて、なんだか気味が悪い。それからあまり奥には進んではいけない。欲を張って奥へ進みすぎるとそのまま帰ってこれなくなるからね。でも目的のものを見つけるまでは引き返してもいけない。店主はそう言うと戸場の奥の戸を開いた。こわごわと中を覗き込むと階段が地下へと続いているのが見えた。明かりは天井にぶら下がる裸電球だけで、それが下まで延々と続いている。さあ面をつけて。後戻りはできやしない。私は面をつけ階段の一歩目を踏み出した。途端背後で戸が勢いよく閉まり、どれだけ開けようとしてもびくともしなかった。進むしかない。私は意を決して階段を降り始めた。この店は何もかもがおかしかった。地下へ続く階段は終わったものの、たどり着いた地下は通路のようになっていて、よく見れば電車のレールがどこまでも薄暗い闇の奥へと続いているようだった。反対側には赤い文字で終点と書き殴ってあった。私は空恐ろしくなり思わず叫び出しそうになったが、ここまで来たら引き返せないと自分を奮い立たせ、さらに先へと進むことにした。レールに沿って歩きながら私はいろんなものを見た。裸電球の下ではしゃぐ何か、壁の穴からこちらを覗く目、レールの枕木に頭をつぶされてうごめいている人間のようなもの、私と同じように獣の面をつけた人間も見かけた。私は彼らにここはどこなのかと話しかけたが、まるで私のことなど見えていないようで、ことごとく私を無視して立ち去った。そういう人間は必ず何らかの荷物を持っていて、大急ぎでどこかへ帰ろうとしているようだった。私は最初こそ恐ろしかったけれど、いつの間にか感覚が麻痺してしまって、奥に進んでいくにつれ闇がまとわりつくほど濃くなっていることにも気づかず、淡々と歩みを進めた。もうどれほど歩いたかわからなくなる頃、私はその位置を見つけた。位置には幾人かの獣の面をかぶった人がいて、露店をしている何かから壺やら絵やらを自分の持ってきた何かと交換していた。露店を開いている何かは人間の女や男の面をかぶってはいるものの、体は人の形をしていなかった。かろうじて腕や足はあるものの、嫌に長かったり数が多かったりして気味が悪い。それらは人の声で客を寄せ商品を披露した。闇の位置に並ぶ商品はどれも希少なものばかりで、およそどこから手に入れたのかわからないようなものばかりだった。古書も多く並んでいて、あやめさんが仕入れに行っているという位置はここのことではないのかと思った。私はさまざまなものを眺めながらどんどん奥へと進んでいった。あの店主の言うように、奥へ進めば進むほどに商品は品揃えを増し、その価値も高くなっているようだった。しかし奥へ進むほど人は少なくなっていき、やがて近くにいるのは私だけになってしまっていた。
兄さん、面白いものを持っていなすね。私を呼び止めたのは手足が何対もある化け物で、顔には笑う女の面をかぶっていた。面の向こうから縮れた髪の毛が伸び、強い潮の香りがした。私は呆然としながら手の中の帯留めを見せた。これはこれは大変不吉なものをお持ちで、ちょいと見せてもらっても構いませんかね。私はそれの大きな十本指の手のひらにそれを落としてやった。なるほど、こいつは業が深い。お兄さん、こいつが何か知っているかね。私が首を横に振ると、それは嬉しそうに体を揺らした。知らぬ方がええやね。どうだろう兄さん、こいつを私に譲ってはくれないかね。ここにあるものならどれでも好きなものをあげよう。私は目の前に並ぶたくさんのものを眺めた。どれもこれも大変な価値のあるものだろうけれど、私はその中に埋もれるようにして転がる小さな瓶を見つけた。しっかりと封がしてあり、中には小さな光が浮いていた。これは何かと私が尋ねると、人間の魂だと言った。私らとの賭けに負けた人間のものさね。欲を欠いて負けたのさ。おかげでそいつは孫娘を一人残して、今もその瓶の中でさまよってるんだよ。私はもしかしたらと思って、これと交換することにした。欲がないね兄さん。そんなものよか価値のあるものはいくらでもあるんだ。そこの古書なんてどうだい。百人一首の原本だ。そういう価値があるだろうよ。そんな欲を欠いたじいの魂なんてどうするのさ。蓋を開けてやったところで幾ばくも生きられやしない。いいんだと私が言うと、それは肩をすくめて私に瓶を手渡した。そして面をほんの少しずらして、大きな口を開いて帯の目を飲み込んでしまった。私は道の奥を眺めた。遥か遠くに淡く光が見えたような気がしたのだ。この先には何があるんだと私が聞くと、それは身を震わせて北曽縁だ。そう行き急ぎなさんな。いやでもいつかここを通る羽目になる。さあもう戻んな。店じまいだよ。そうして三対の手で大きく柏手を打った瞬間、私の目の前が真っ暗になり、足元が消失した。私は闇の中をどこまでも落ちていく感覚の中、手の中にあった瓶の封をちぎり蓋を開けた。途端光が弾けるようにして瓶を飛び出し、深い闇から抜け出そうと飛び去っていった。私はその光景を眺めながらぼんやりと目を閉じた。目が覚めると私はあの夜行堂で横になっていた。あたりは相変わらず暗く、頭がぼんやりとして現実感がなかった。カチコチと壁にかかった時計の針の音がやけに大きく響いていた。ああ、目が覚めたようだね。店主はよかったよかったと投げやりにつぶやいてから、私にコーヒーを持ってきてくれた。私は全身が冷え切っていたので、コーヒーの温かさに救われたような気がした。自分はどうやって戻ってきたのかまるで思い出せなかった。今となってはあの闇の中での出来事すべてが夢だったような気さえした。言っておくけど夢じゃないよ。君はよくやった。いや見事だったよ。あの、あやめさんは。君には悪いと思ったけれど病院に向かわせたよ。あやめちゃんのおじいさんの意識が回復したんだ。でもそう長くは持たないだろうから、ここは任せて別れを告げていきなさいと言ったんだ。大手柄だったね。私はこの人はあの市場での出来事のすべてを知っているのだと気がついた。あの瓶の中に入っていたのはあやめさんのおじいさんの魂だったんですね。そう、あの木山という男にたぶらかされて自分の魂を担保にして賭けに負けたんだ。あやめちゃんは店を継いであの位置で仕入れをしながらあの瓶を探していたというわけだね。でもこれであの子がここへ来る必要もなくなった。いいことだよ。店主はそう言って大きなあくびをした。また退屈になるな。この店は誰でもいつでも来れるというわけじゃないからね。退屈でいけない。
私はあの帯留めの正体を尋ねようかと思ったが、恐ろしくなってやめた。あやめちゃんによろしく伝えておいてくれ。それから二度とうちの店を探してはいけないと厳しく言っておいて。あの位置にあるものを世間で売るのは少々危ないことだからね。店も閉めた方がいい。一つ聞いてもいいですか。なんだい。あの木山という人のことは放っておくんですか。店主は怪しげに笑うと、棚から小さな水晶を持ち上げて電球の光にかざしてみせた。私は何もしないけれども、終わりはそう遠くないだろうね。あの人は闇の中を覗き込みすぎて身をこぼしてしまったのだよ。私はそれ以上もう何も聞かずに店を出た。これ以上深く覗き込んではいけない。私はもう十分に闇を見た。こうして私が1年余りをアルバイトとして働いてきた獺祭堂はその歴史に幕を閉じることになった。あの日、あやめさんは意識の戻った祖父と最後の会話を交わし、その遺言に従って店を閉めたのである。あやめさんは私に勝手な真似をして申し訳ないと謝ったが、私はむしろ安堵した。祖父があなたに感謝を伝えてくれと。本当にありがとうございました。あやめさんはそう言って泣きながら微笑んだが、私はとりわけ特別なことはしていない。たまたまそういう縁があった、そういうことなのだろう。しかし雇用関係が終わったのを機に、私は彼女に正式に交際を申し込み、紆余曲折あった後に結婚した。ちょうどその頃、屋敷町で木山氏が八つ立ちになって死んでいるのをたまたまニュースを見て知ったが、何も考えないことにした。何があったのか、そんなことは考える必要もないことだ。獺祭堂の所蔵していた曰く付きの古書たちはすべて妻の実家の蔵で眠っている。あの位置で収集した本を安易に処分するわけにも、質屋に売って世間にばらまくわけにもいかず、蔵で眠らせるほかになかったのだ。時折蔵の中から大勢の話し声や笑い声やらが聞こえてくるが、きっと気のせいだろう。確かめずとも良いことがこの世にはたくさんあるのだ。私はもう闇を見ない。